えば糸上島を足がかりにして自らのドミニオンを築こうとしているとか。いやだから待ってくれ、潜伏するも何も俺は吸血鬼になる前からこの町に住んでるんだって。は、今なんて。だから吸血鬼になる前からこの町に住んで。そんなはずありません。普通の人間が吸血鬼に、ましてや神祖に途中から変わるなんて。失われた神々の秘樹で自ら不死者になるか、そうでなければ。あ、まさかあなたは神祖を喰らって自らに取り込んだとでも言うんですか。詳しいことは俺にも説明できないんだ。俺はただこの厄介な体質をあのバカに押し付けられただけさ。バカ。第四神祖だよ、先代のカレイド・ブラッドさ。どうして第四神祖が先輩を後継者に選ぶんですか。そもそもなぜ神祖に遭遇したりしたんです。いや、それは。どうしたんです。悪い、ヒメラギ、俺にはその時の記憶がないんだ。思い出そうとするとこのざまさ。わかりました。信じてくれるのか。はい、先輩が嘘をついているかそうでないかは大体わかる気がしますから。あっちを向いてください、ズボンを拭きますから。ああ、いや、いいよ。シミになっちゃいますよ、ほら。私、獅子王機関から先輩がもし危険な存在なら抹殺するように言われてました。抹殺。その理由が分かった気がします。先輩は少し自覚が足りません。とても危うい感じがします。でも安心してください、万一の時は私と石化炉で何とかしますから。何とかってなんだよ。それで先輩はこの後どうするつもりですか。ああ、図書館にでも行って夏休みの宿題をやるつもりだったんだけど。図書館ですね、わかりました。まさかついてくるつもりなのか。はい、行けませんか。いや、行けないってことはないけど。ってもしかしてこの先ずっと。もちろん、監視役ですから。やっぱもっときちんと向き合えってことなのか。俺が第四神祖になっちまったってことに。勘弁してくれ。汝の望みを叶えた。次はお前の番だ。すべては汝に託そう、暁古城。
も失敗かよ。昨日のガキ以来連敗続きじゃねえか。遊んでくれませんか、私たちと。ああもし私が死んだら先輩悲しんでくれますか。聖者の右腕編2。